13回でおしまいと思ったらもうないけど、もう一回続けてくれて、もう26回でまた成績良くなったんでね、どうももう一回やってくれって言われそうになっちゃったんで、いや殺しますと言ってねえ、あ、そういうそれで奄美大島でハブに噛まれて死んじゃうというね、で出演者のみもみんな反対するんですよ生きからしてください、殺さないでくださいって。そうそう、奈良麻衣子さんが桜でしたけどね、泣きながらね、どうしてそんなことするんですか、私そんな芝居したくないなって泣いてますそれはもう山田監督はもう他のことやりたいから飽きちゃったって思われたんですか。まあ飽きたってはいないんですけども、とてももう僕は自分の映画を作り続けたいし、脚本家よりも監督としていろんなことやりたいと、そしたら終わってみたら、そんな風にその寅さんは愛してくれたんだなと、作り手である僕はその勝手に殺したりしちゃいけないんだという、もっと見る側の気持ちになって、あんた方こういう結果だったら納得してくれますねって形で作らなきゃいけないんじゃないかと、だからもう一回ね、じゃあ映画で復活させようと、そうすればね、その人たちは、怒った人たちは勘弁してくれないかと、それで映画にしたってわけですよ。初めて寅さんというか渥美さんと監督として関わられて、あの2日ぐらい一緒にゆっくり話しましたね。それで渥美さんという人がよく僕には理解できたような気がして、でこの人ならばこういう役にしようと、こういうセリフを言わせようと、あるいはこんなキャラクターにしようと、敵屋で風天暮らしで時々帰ってくると可愛い妹がいてっていうシチュエーションは彼と話してるうちに生まれたんですね。そうなんですか。最初の頃のあのあれは見事な出来やぜ。